皆さん、今回は回復人体中の細胞が疲れに強くなるという本をご紹介します。この本は発売と同時に全米アマゾンで3部門1位を獲得した世界的なベストセラーの日本語版です。私たちの体の疲労の正体とその解消方法について細胞レベルから徹底的に解説された画期的な一冊となっています。今回は特に疲労の根本的な原因であるミトコンドリアの機能とそれを回復させるための具体的な方法について詳しくお話ししていきます。ぜひ最後までご視聴ください。まず、この本の核心部分からお話しします。私たちが日々感じる疲れの正体、それは実はミトコンドリアにあるのです。人間の体には数億個の細胞があり、その一つ一つの中に500個から2000個ものミトコンドリアが存在しています。このミトコンドリアは私たちが呼吸する空気や食べ物から細胞が活動するために必要不可欠なエネルギーである ATP を生成する、いわば体内の発電所のような存在なのです。しかし、このミトコンドリアには興味深い特徴があります。それはエネルギー生産の役割だけでなく、細胞を守るストレスセンサーとしての機能も持っているということです。そして重要なのは、この2つの機能を同時に行うことができないという点です。ミトコンドリアがストレスを感知すると、エネルギー生産を停止して、細胞を守る方に専念してしまうのです。ここで皆さんに考えていただきたいのですが、現代社会に生きる私たちの体は、常に様々なストレスにさらされています。不規則な生活リズム、不健康な食事、運動不足、過度な体脂肪など、これらはすべてミトコンドリアにとってのストレス要因となります。そしてこれらのストレスは主に炎症酸化ストレス細胞破壊という3つの形でミトコンドリアに影響を与えるのです。本書ではこのミトコンドリアの機能を回復させるための具体的な方法として特に重要な外実リズムと睡眠について詳しく解説されています。私たちの体には脳の体内時計と体の体内時計という2種類の時計があります。これらは本来太陽の光や気温、運動、食事などの外的要因によって調整されるようになっています。しかし現代の生活では夜遅くまで明るい照明の下で活動し、不規則な時間に食事をとり、睡眠時間も不規則になりがちです。これにより体内時計が乱れ、ミトコンドリアの機能も低下してしまうのです。特に睡眠の質の低下は、マイトファジーと呼ばれる傷ついたミトコンドリアを除去して、新しいものを作り出すプロセスを妨げてしまいます。本書では、この問題を解決するための具体的な食事戦略が提案されています。特に重要なのが、いつ食べるかというタイミングです。例えば、1日の食事を6から10時間の枠内に収めること、夜のカロリー摂取を抑えること、1日の早い時間帯により多くのカロリーを摂取すること、そして毎日同じような時間に食事をとることが推奨されています。本書が特に読んでいただきたいのは、日々の疲れや体力の低下に悩んでいる方、慢性的な疲労を感じている方、そして自分の健康管理をより効果的に行いたいと考えている方です。また、不規則な生活を送っている社会人の方、長時間のデスクワークで体調管理に課題を感じている方にも非常に有益な情報が詰まっています。この本を読むことで得られる最も大きな効果は疲労の本質的な原因を理解し、それに対する具体的な対策を実践できるようになることです。単に休めば回復するという表面的な対処ではなく、細胞レベルでの疲労メカニズムを理解することで、より効果的な回復方法を実践することが可能になります。特筆すべきは、本書で紹介されている方法が、特別な器具や高額なサプリメントを必要としない、日常生活の中で実践できる、具体的なものばかりだということです。食事のタイミングを調整する、睡眠の質を上げる、適切なタンパク質を摂取するなど、誰でも今日から始められる方法が、豊富に紹介されています。本書の内容を実践することで、朝の目覚めが良くなる、日中の集中力が上がる、夜まで元気に活動できる、という即効性のある効果が期待できます。さらに長期的には、慢性的な疲労から解放され、持続的なエネルギーレベルの向上が期待できます。また、本書は単なる健康管理の本ではありません。
私たちの体の中で起きていることを科学的に理解し、それに基づいて具体的な対策を立てられるようになる、いわば体のユーザーマニュアルとしても機能します。この知識は、より良い生活習慣を確立するための強力な動機づけとなるでしょう。最後に、この本の特徴的な点として、複雑な体の仕組みを非常にわかりやすく説明していることが挙げられます。ミトコンドリアという専門的な話題を扱いながらも、誰でも理解できる明快な説明と実践的なアドバイスが満載です。まさに科学的な知識と実用的なアドバイスが見事に調和した一冊と言えるでしょう。皆さんもぜひこの本を読んで自分の体をより良い状態に導いてみてはいかがでしょうか。